さあ、ついに明かされる話題のニューマシーン。そうですね、まだ出てないからね。まだ発売しておりません、予定は来年の1月となっております。はい、はい、来年1月。1月では、始めましょう。皆さんこんにちは、こんにちは。たくさんの、リスナーの皆さんお待たせしましたリスナーじゃないか、お待たせしました。視聴者の皆さん、お待たせしました。アディクションから、発売されます、リアルグレードシリーズの全貌が、本日明らかになります。リアルグレードシリーズ、はい、はい、さあ、それでは皆さんご覧になってください。こちらでございます、こちらにあります AE86 という車なんですけども、はい、通常の10分の1のラジコンカーとは打って変わって、なんとこれはもう完全なるフルスケールサイズでございます。完全なるフルスケール、はい、1分の1の車のデータから元に作っております。通常はラジコンの場合はデフォルメをしておりまして、ラジコンに合わせて、ボディを作るようなことをしております、はい。私それに疑問を抱いて早10年、はい、言い続けてきましたけども、自分でやってしまおうと、やってきたわけでございまして、この10分の1サイズのフルスケールの車を作りました。はい、はい、というわけでございまして、こちらがフルスケールサイズの A86 です。ご覧になっていただくと、かなりリアルに作り込まれているのが、見てわかると思いますが、よくわかります。なぜなというと、もう先ほど言ったように1分の1のデータのままです。そのまんま、はい、もうそのままなので、もう10分の1を落とし込んだ、はい、ここがおかしいなとか、違うよ、リアルじゃないよっておっしゃる方は、目が腐ってます。私の作り方なので、多少なりと大なり小なり誤差はありますでしょうが、かなりの、リアルに作り込まれております。はい、比較してみましょう。はい、こちらが従来通りのラジコンのボディに対しまして、なんと A86 のサイズがこうなります。とうとう大きさが違うと。相当幅が違いますよね。そうですね、まず幅での方を説明させていただきます。はい、2000あります、幅が。これが2000ミリですよ、はい、フェラーリでございます。まさに実車で言うとフェラーリですよこれフェラーリサイズの S15 シルビアに対してこの86、はい、エアロがこれだけ突出していて1750です。1750、はい、後ろに至りましては2002ですね、2020の、トレッドに対して、こちらこれだけエアロ貼り合わせてても1850です。はい、まんま実車サイズなので、これだけの差が開いていますね。一番大きく違うのはこのホイールベースと言われておりますこのフロントからリアホイールの距離感ですね。はい、これをラズコンの場合は必ず2600という値で作っておりました。はい、なので、デフォルメが必要なんです。でシルビアで言えば本当は2520手があったりとかするんですけども、はい、そこを無理やり伸ばしておりましたので、多少一回り二回り大きなボディに仕上がってしまいます。はい、そこは当社、悩んでおりまして、なんとかそれを似せた形で、うまく表現できないかなという形で今までやりました。がしかし本当のリアルではなかったので、今回ホイールベースのこと変えてしまうと、なんやったらボディにラジコンを合わせてくれよという形で、このボディを今回リリースします。なお当社は常にもうリアルグレードシリーズを突っ走っていきますので、次に発売するのは S13 であったり、180も用意しておりますので、どんどん出てきます。 S13、180も全てリアルに出ます。はい、楽しみですね。そうですね、リアルスケールなので、でそういった時にどうするかというと、シャーシの方で問題があるので、シャーシを改善させていただいております。これは YD2 のコンバージョンでして、はい、YD2 のコンバージョンのここをですね、注目してほしいのは、はい、アッパーデッキが二重になっておりまして、2600と2400、はいはい、短くしたいときは短くでき、はい、長くできます、2750までいけます。なので、この3段階で、バルクが動くように設計しております。はい、単純に穴ぼこだらけですね。穴がいっぱい入ってます。はい、で、はい、じゃあ2400から2750の振り幅があるんですが、厳密に言うとそれだけでは細かく調整が効きません。なのでサスブロックの位置をもう一段階つけてます。2400の位置、2600の位置、2750の位置なんですけど、そこから細かく調整したい人用に
もう一箇所設けておりまして、はい、刺すシャフトが長いのが出ます。あ、オプションで、はい、それをつけていただくと間隔が広くなるので、カラーで1ミリ単位で調整することができます。もう一つ、シャーシの特徴がございまして、はい、これも後々のバルクをオプションで出すんですけども、オプションのバルクを入れた際になんと刺すブロックがセパレートがつきます。セパレートの刺すブロックがつくことによって、はい、トレッド幅が極端に狭めれます。あ、この刺すキット間を、そうですね、ここを狭めることによって最大切れ角を稼げるようになっています。もしこのまま幅を狭くしてしまうと、どうしてもこの距離感が短くなってしまうので、はい、それを伸ばしたいので刺すブロックを縮めてアームを伸ばす、はい、でここのダンパーに当たらないように、持ってきてあります。大幅でこれだけ切れる、そうなんですよ、すごいな。1750の幅でこれだけ切れるので、十分切れ角は確保できると思います。はい、なのでこのシャーシもなんと今回はセットで、セットで、はい、セット販売いたしますので、このボディとシャーシ合わせてなんと15,000円。よかよか、予定価格が、発売しておりますので、皆様このチャンネルをご覧になられた方はぜひともリアルスケールサイズのご興味を持っていただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、thank you.